長寿宗です。今日はですね、佐賀で買ってきたものをちょっとね食べていこうと思います。前回ですね、ムツゴロウラーメンを食べたんですけれども、今度はねこれです。エイリアンラーメン、これムツゴロウラーメンと同じメーカーさんが出してるやつなんですけれども、これをねメインに食べていきます。それからですね、エイリアンクッキー、これね今日はですね、12月の6日なんですけれども、これ買ったのがね確か先月佐賀に行った時、11月のですね15日だったと思います。で今日ですねこれ賞味期限を見たんですよそしたらですね、なんと11月の20日まででした。そんなに賞味期限短いとは思わなかったですからね、油断してましたね。まあ大丈夫でしょう。これもね食べていきます。それから前回ねムツゴロウラーメン食べた時もポリポリムツゴロウってやつ食べましたけど、それのわらそば版ですね。そしてエイリアンエナジー、実はですねこれはですね佐賀で買ったんじゃないんですよ。佐賀に行った帰りに高速で帰ってて、地元の北九州市の門司の岸サービスエリアで、トイレ休憩した時に、売店に行ったらこれ売ってたんですよね。なんでこれも買ってきました。まあ一応ねちゃんとそれぞれにね、まあこれはもうわらそぼそのものなんですけども、これクッキーにもわらそぼの粉が入ってますし、こちらのエイリアンエナジーの方もわらそぼのエキスが入ってます。そしてこのエイリアンラーメンもわらそぼの出汁が入ってると思うんですけれども、まあそのわらそぼの味が分かるかって言ったら分からないですよねわらそぼはね佐賀に行った時に、大体いつも食べるんですよ。前回佐賀に行った時もね、干物を唐揚げにしたやつだとか、あと残念ながら刺身が確かなかったんですよね。わらそぼもね意外と見た目はあんなんなんですけど、刺身とかすごい美味しいんですよね。それではね早速ラーメンを作っていきたいと思います。まあ中の袋はねこんな感じです。わらそぼの顔がエイリアンに似てるからエイリアンラーメンなんですけど、まあ中身はねこのスープの袋と、あとこう普通のね袋ラーメンみたいな感じの乾燥麺が入ってます。さあ完成しました。食べていきたいと思います。ねこれなんて言ったらいいかな、もうこのあれですよね、多分ねエイリアンの体液っていうか、ああいうのをイメージしてるんだと思うんですけれども、このスープが青緑色っていうか、なんかこう濃いグリーンなんですよね。なんかこれあれですね、青色2号とか入ってそうですねでね、なんかこうちょっとなんかスープにとろみのある感じですね。原材料名にコーンスターチがありましたんで、おそらくコーンスターチでねとろみを出してるんだと思います。それでは食べてみたいと思います。あちゃあちゃ、あれですね、
まあなんていうか話題のために食べてみるというか、ちょっと平和表現が難しいんですけれども、お土産で買っていくとか、そんな感じの商品ですね。なんとも伝えづらい感じですね。これをね、好んで食べるかどうかって言ったらですね、まあ自分で買って食べることは多分ないですね。なぜかというと値段があれ一袋で290円します。普通にね、袋ラーメンの5袋入りのパックを、買うとしたら、ね、290円あったらお釣りが来ますもんね。これが特別に美味しいかって言ったら、そんなに特別に美味しいわけじゃないんで、その値段を出してですね、好んで食べようっていうね、そういうのはやっぱ多分ないと思います。なんでね、これはやっぱりですね、話題のためというか、お土産っていうか、そんな感じですね。味もですね、なんて表現したらいいかな、そんな、もちろんワラスボが入ってるとかわからないしですね、とにかく見た目が見た目がちょっとアウトかなって感じですよね。この緑色でとろみのちょっとあるスープが、こう なんというか、そのちょっとね、まあ、はっきり言ってしまうと気持ち悪さを醸し出しているというか、まあそんな感じですね。ということで、賞味期限切れちゃってますけど、このエイリアンクッキーを食べてみたいと思います。これってもともとこんなに賞味期限短いものなのかな、それともたまたま売れ残ってて賞味期限が短かったんでしょうかね。まあなんかエイリアンクッキーってこう、一応これワラスボのつもりなんでしょうけど、なんていうかね、短いですよね。ワラスボというよりなんかハゼ口みたいです。あーなんか、あーなんか匂いはそんなにいい匂いじゃないな。まあ、うまく臭みとかを消してるんだと思いますけれども、なんかね、やっぱり若干ね、魚的な風味がちょっとだけしますね。でもまずくはないです。まあ、変わった味のクッキーって感じですね。賞味期限切れてますけど、結構固めの感じで、サクサクして美味しいですね。そしてね、最後はこれ、ポリポリワラスボ、もうワラスボそのままですね。これはね、やっぱりお酒のおつまみ的な感じだと思うんで、チューハイ飲みながらいただきたいと思います。よいしょ。
折れてるし、折れちゃってる。わあ。ギャーン。エイリアン。エイリアンといえばエイリアンですよね。頭からいただきたいと思います。なんか一瞬口の中になんか刺さりましたけど、この鋭い歯ですかね。こんな感じですごい鋭い歯なんですよ。これもね美味しいんですけど、どちらかというとね、俺はね、あの前回食べたムツゴロウの方が美味しいですね。ムツゴロウ食べたのだいぶ前なんで、若干この、まあ、忘れてはないですけど、ちょっとね、あの甘めのみりん干し的な感じの味がしたんですけど、これもねちょっと甘いんですけれども、あのムツゴロウほど甘い味付けじゃないですね。頭はね若干硬いですけどね、それでも食べられます。最悪です、カメラを回し忘れてましたいつから回してなかったんだろう。もうね気づけよとかなんて感じですよね。ちゃんと見てればね、赤い点滅がしてるはずなんで分かるはずなのに気づかないというね、もうほぼ食ってしまってから気づくというね。まあ一応こっちのカメラを回してましたんで、ちょっとまあまあまあちゃんと撮れてればいいなって感じです。編集でうまく、まあなんとかうまく編集します。こんな感じでね、薄っぺらい感じなんですよ。なんでね、ほとんど食感はこの尻尾の先の方なんかはね、もう骨せんべいみたいな感じですね。ワラスボはね、見た目がこんな感じで、エイリアンみたいなんで敬遠する人が多いと思うんですけれども、ぜひね、有明海周辺、佐賀田とか柳川田とかに行ったら食べられますんで、よかったらね、佐賀とか柳川の方に旅行なんかで行かれた方はぜひワラスボ食べてみてください。おすすめはね、刺身ですね。やっぱり結構ね、池作りで出てきて、鋭いか、本当に頭がねまだ生きててね、エイリアンみたいにパクパクしてるっていうのが見られたりもします。あとね、ワラスボも美味しいですけれども、ムツゴロウがねまたこれは本当に美味しいんですよ。なのでね、よかったら皆さん、有明海周辺に行った時にはぜひ食べてみてください。ご視聴ありがとうございました。